どうも、サンシャイン池崎です。構成作家北村です。さあ始まりました、ペガサス&ユニコーンということで、はい、早速このコーナー参りましょう。サメ笑顔しゃくりとーい。さあ大好評ということで、前回が忍者 VS シャーク映画館で2人で見ましたけど、今回池崎さんのみ。そうですね、だから前回はちょっとあまりにも2人で興奮しすぎて、そうですね、ラジオの半分以上がサメ映画で終わってしまうっていうね、はい、まあ、楽しかったからいいんですけど、はい、まあ、今回1人で見てきました。タイトルはムーンシャークです。宇宙行きました。宇宙のサメを見たくて、はい、ムーンシャークというのをですね、はい、見ました。非常に良かったですね。ほう、フィルマークスだと 2.9 なんだ。俺の中じゃ 3.3 ぐらいはあったけど、あんま変わんないですね。ムーンシャーク、ですね、簡単に言うと、はい、昔ドイツかソ連だったかなが、うん、戦争のために、はい、サメと人間を掛け合わせたハイブリッドシャークっていうのを作って、はいはい、それもう体ボディモリモリの人間で、はい、顔面がいろんなサメ、うん、まあ、はい、あのハンマーヘッドシャークもいれば、うん、ホウジロウジサメもいればみたいなやつを研究してたの、はいはい、そしたらその研究所がドカーンみたいな、なんかね、なんか事故起こって、はい、ハイブリッドシャークたちがあのもうそっからもう逃げ出し始めたの。もう王道です。王道。その展開で一切驚かなくなった自分がいます。なんかの映画でありそうだもん。いやだから実際だから、うん、あのシャークと掛け合わせ系は大体その設定ですよ、うん、そう。そう、悪いです。兵器としてね、兵器として開発しようとして、そうだ、はい、確かにリクザメとかも、そうですよね、水陸両用行けるサメを開発したっつってランドシャークなんかできたりもしたんだけど、あとあれもそうですよね、シャークトパス、シャークトパスもう科学実験そっち系ですよ、はい、で今回は、はい、その軍が作ったハイブリッドシャーク、はい、まあ、ほぼ人間なんだけど、はい、ができて、でその時にもうそいつらがもう水槽からどんどん逃げていくから、はい、でそっからそいつらからうわーって逃げるときに科学者が宇宙ロケットに乗って、ほう、でハイブリッドシャークたちもそれにしがみついてて、はい、でその宇宙にバーンってどっか行くの。ほうほう、でなんとか助かるというか地球はね、はいはい、あのハイブリッドシャークたちがもう海に逃げちゃうともう捕まえようがないから、はい、だからどうにかあいつを海に逃がすなみたいなこと言ってたら、はい、宇宙船にみんなへばりついてくれて、全員全ハイブリッドシャークがはブワーって行って、はい、宇宙に行って、はい、まあ、地球は助かったんだけど、はい、そっから時は経ち 3,40 年後ぐらいになるんだけど、はい、月になんか研究しに行くっていうチームがいて、はい、でそこに、はい、チーム組んで行くわけよ、はい、で宇宙船が月に着いてプシューって開いて、お、こういうところか、ザッザッって歩くんだけど、はい、そしたらサメたちが、はい、あの音と電磁波に反応して、はい、とんでもねえスピードでハイブリッドシャークが来て、はい、その研究者たちをザクッて殺す、で月で、はい、ハイブリッドシャークと人間が戦うっていうようなストーリーでしたね。テラフォーマーズみたいな。いや俺はもう全く同じこと思った。テラフォーマーズ。あれはゴキブリが進化してみたいなさ、はいはい、それのサメ版みたいな、はいはいはい、どっちが先とか分かんないけど、はい、だからね、でも新しかった。ハイブリッドシャークだから普通に喋るし、はい、人間みたいに、はい、うん、でなんかこう基地があってね、基地、ハイブリッドシャークが結局目的としては、はい、月に住んでるやつら、はい、やっぱ地球に帰りたいんだって。そうなんですか。そう、
あんだけしがみついてたのに。うん、なんか来て、ま、来てもうたけど、はいはい、帰りたいみたいで、ね、シンプルに。割と人間なんすね、だからハイブリッドシャーク。見た目はね、もうほぼプロレスラーみたいな感じで。ほぼプロレスラー。めちゃくちゃごついけど、はい、顔面がいろんなサメのバージョンで、うん、でも喋るし、喋る。月に来たはいいけど、うん、帰りたい。帰りたい。帰りたいっつって、でその科学者たちの宇宙船を乗っ取るっていう戦いが始まるわけよ。うんうん、なるほど。はあ、はあははあ、ストーリーちゃんとしてますね。そう、ちゃんとしてんのよ。はい。で面白いのが。はい。ハイブリッドシャークの中にね、はい、なんかね、俺がちゃんと見れてないのか分かんないけど、ハイブリッドシャークの中にサメ率が低いハイブリッドシャークがいて。なるほど。うん、はいはいはい。でサメ率が低いやつはもうほぼ人間なのよ。はい。もう女の子で、はい、で胸元パコって開けたら、その女の子は月なのに、あのこう普通の人間なのにこう宇宙服みたいに着てないのよ。で呼吸できてんのよ。なんでだって言われて、実は私これなのっつって、胸元パッて開けたら胸元にエラがついてて、あのサメの、はい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 、これだから私呼吸できるのって。なんか意味わからんかったけど、はい、サメは呼吸できるとかサメできるのかなとか思いながら。そうですね、あのエラっていうことは水がないと呼吸できないですから、ね、そう。でもハイブリッドシャークは宇宙でも呼吸できて酸素ないですけどね。そう、サンシャイン池崎に意味わからんって言われたら本当に意味わかんない時ですよ。いやヘラで宇宙行けんな、はい、みたいなのがあって、でそいつがね、うん、なんかキーパーソンで、なんかこいつはハイブリッドシャークと人間の架け橋になってほしいみたいな、はい、なってるんだけど、はい、もうどうもハイブリッドシャークたちは凶暴で人間襲うし、はい、その女の子は結局人間側につくのよ。ハイブリッドシャークは人間の時の記憶はあるんですか？うん、あー、それはなかったね。あ、ないんだ、うん、もうハイブリッドシャークとして。そうで、ハイブリッドシャークたちはもうオスとかメスとかがいなくても、はい、単体で繁殖できるみたいに進化してて、宇宙で。で、まあそっからはね、結構バトルとかハラハラとかあって、うん、まあ普通に面白い。割と映像もしっかりしてるから。そうですね、話聞いてるとそんなに変なとこも、うん、いや結構ちゃんとしてたよ。でハイブリッドシャークはでも月で見つかったあのちょっと固めの鉱石がついた森みたいなので、結局森に弱かったね。あの森つく森、銃とかより銃は効かないけど、はい、森には めっぽい弱かった。ザクみたいな。ちなみにこれ聞いてもあれかもしれない、はい、なんでですか？ちょっと分からんやっぱなんでって聞いちゃダメなんですね。そうで、これまあまあ、ここまででね、興味持った方はぜひ見てほしいんですけど、はい、ちょっとオチだけ、オチがね、はい、すごくて、はい、こう聞きたくない人は聞かないでほしいんですけど、はい、結局ねハイブリッドシャークたちとの戦いに勝った人間たちは地球に戻るわけよ、うんうんうん、地球に戻ってこれんの、はい、ハイブリッドシャークたちを月に残して、まあ、滅ぼして、はいはい、でその薄めのハイブリッドシャークの女の子ね、ほぼ人間の、はいはい、もう一緒に地球に帰ってくるんだよ。ほうほうほう。そう、あ、地球で一緒に暮らすんだな、うんうんうん、と思ってたら最後ね、その女の子がって言い始めて苦しむみたいな。そう、はい、そしたらオンギャーオンギャーって言って赤ちゃんがその場で生まれて、ほう、だからハイブリッドシャークはもう単体で埋めるようになってるから。そっかそっか。でその場で生まれて、ほら元気な赤ちゃん生まれたわよって言って、はい、近くにいた仲間が拾い上げたのが、顔がサメで、顔がサメの赤ちゃんが生まれて、はい、終わんの。出たよ良い。でそのサメの赤ちゃんが、はい、ちょっと噛みついてきて、はい、いてよみたいな感じなシーンで終わって、はい、エンディングのドーンって流れるっていうね。何なんですかその共通する
あわよくば2行こう。そう、全部反応を見て行けるようにしていくっていう、やっぱ周到さを感じるね、サメ映画には。ですよね。うん、全部ね残すよ余韻今のとこ。忍者 VS シャークのちょっと2行こうという、うん、そのそうアグレッシブです、ね、アグレッシブ、うん、いいですね。の結構久しぶりに一人よかったけど、これおすすめです。ぜひハイブリッドシャークを見てほしい。普通に映画として楽しいと。映画としても楽しい。あとやたら月に着くまでを丁寧に描く。おそう、早くハイブリッド見せろと思いながら見てる。地球出てから、地球出て月に到着するときに、なんか意外と宇宙船トラブルとか起きんのよ。お空気がどうなのみたいな、誰か修理できんのかとか、早く月を止めながらサメ見せろと思いながらで、うん、ちゃんとしたサメはほぼ出てこないってことですよね。あ、今回ね、ちゃんとしたサメは1シャークも出ないね。え、1シャークって言うんですか。1シャークも出ない。単位1シャークも出ないです。ちょっとどうしたんですか。今の単位でちょっと思い出したんですけど、うん、急にサメ映画関係ない話、いいですよ、放り込んでいいですか。いいよ。例えば、はい、豚って一頭、一頭か数えるじゃないですか、うん、で、鳥だったら1羽、うん、1羽みたいに、うん、なんで羽羽なんだ、うん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 、なんで頭なんだ、うんうん、っていうのを理由付けとして考えた時に、なんか、はい、食べた時に残る部分、うん、うわ怖っ、どういうこと、うん、確かに、うう、あんまそういうことかで、うん、だから説がある。はいはい、うーん、昔の人は、ああ、そういうふうに決めてんの。はい、へえ、そうなんだっていうのがあって、で、小説が、人間は1名、うん、2名、うん、だから、うん、人は名を残すような生き方をしなければならないみたいな。なるほどね。残るものを、うん、っていうのがあって、うまいね、なるほどっていうふうに思う反面、うん、俺は思った今、うん、人間全部食うんかい。食えるとこなし。いや、人間ペロリと食われてるわって、うん、全部ペロッと、全部ペロッと思って捨てるとこなし、はい、それ誰目線なんだろうと思って。だ、ね、人間ペロッと言ってんなと思って。だから何も残んないじゃないですか。でもやっぱ決めるにあたってさ、はい、食べる軸となるやつは固定でいてほしいよね。そうですよね、うん、誰か人間ペロッと言ってると思う。サメが食うとしたらみたいなさ、怖っと固定 で人間も、でもグル、人間頭いけるけど豚は頭いけねえみたいなってことかっていうことなんですかね。馬とかも一頭とか。そうだね、牛も一頭じゃないですか。うーん、あ、そんな決め方なんだ。まあまあ後付けで考えた可能性もありますし、まあ確かにね、はい、まあ、人間が決めた言葉だもんな。あとまあ人間一名っていうのもなんかちょっと若干強引な感じもするし、まあまあ一人二人もあるしね。確かに。でもそれだったら食うとこ残る、食えないとこ残るは正解なんですよ。うん、人食わないじゃないですか、だから人は丸々残るっていう、人目線が結構それやった、はいはい、そっちの方が気持ちいいね。なんか気持ちいいですよね、うん、でもやっぱちょっといいことを言いたいがために、うん、名の方を取ってきたやつがいる、やつがいます。探し出そう。だから人だったら確かに、うん、確かにってまん丸丸と人丸々残るから、それが一番気持ちいいじゃん。ですよね。でもなんかちょっと名を残さなきゃいけないんだよってどっかで変換したやつがいます、うん、そいつに言いたいです。お前の理論だと人丸っと言ってるぞ。穴あるぞってあるね、はい、なんかあれだ、ジュークのミツルとかに憧れるタイプの人だな。でも、うん、ああいうのありますよね、よく、うん、いいこと言う授業、うん、居酒屋のトイレとかにね、よく書いてあったりとか、ね、あ、うん、ありますね。丸々は何とかすんな、そうそう、10か条みたいなさ、はい、あ
みつるさんなんだっけ、1たす1は2ではない、なんだっけ、なんかあるんだよ。ジュークのみつるさんの、はいはい、俺がだから高校の時とかにすげえ流行って、はい、みつるさん掛け算、いたいたいた、どんなんだっけ、どんな、1たすジュークって1は何ですか、紙飛行機、そうそうそう、1たす1、どんな名言だろうな、思い出してください、池田さん。1たす1は2じゃない、無限の可能性あるみたいな、じゃあもっとねもっとねうまい感じだったの、もちろん、はい、何だったっけ、どっかだったかな、俺いや違うやつかな、うわ見つけて、なんかあったんだよ1たす1、あこれだ、あ全然これ違ったわ、えごめんごめん違った、何すか違ったって、これだ、人生は掛け算だ、これだ、人生は掛け算だ、どんなにチャンスがあっても君がゼロなら意味がない、これでしたわ、これとごっちゃになってたわ、全然違うじゃないですか、全然違う、1たす1は2ではない、 2だもんね2ですもん、うん、そうそう、こういうのね、うわーなんか名言集みたいな、そうそう結構好きだ、みつるさんの、ね、名言すごい、悲しい時は泣けばいいんだよ、うん、雨の後にしか虹は出ないんだから、なにとね、うわー確かにほんまや、ちょっと池崎さんも一発なんか名言もらっていいですか、名言、はい、あぽいことでいいね、ぽければ通し、今回はぽければ通します、あぽければそのゲット通れるんですか、はい、なるほどね、そうだね、そうだね、冷蔵庫、冷蔵庫だって開けっぱなしにしててもいい、おう、うん、部屋は冷えるし中身は温まる、悟る出そうかな、こういうの、悟るのコーナーやります、悟る、はい、今週の悟る、今週の悟る、冷蔵庫は開けっぱなしでいい、部屋は冷えるし中身は温まる悟るなんかいいこと言ってんだな、習字みたいなので書いたらっぽく見えるのかちょっとあれしましょう、あの毎回キーワードを僕がポンと言うんで、うん、それ使って名言をちょっと、うん、その場で作ってもらうみたいな、いい、ね、名言っぽいの募集してみる、あ悟るのコーナー名言っぽい悟るが言ってそうな名言募集してみよう、名言募集してみよう、なんか、はい、よく聞いたらなんかよく聞いたら何言ってんのこいつっていう名言風の名言風の何言ってんだこいつ文字列それがただのあるあるちょっとそれ新しいコーナーやってみましょう、うん、いいですね、悟るのコーナー、悟るのコーナー、はい、それちょっと来週から募集してみましょうか、いいな、うん、いいですね名言っぽいけどよくよく考えたら何言ってんだこいつという文字列を送ってください文字列何でもいいです、何でもいいですいいですね、いや楽しかったな、じゃあ行きましょうか、はい、29ですね、はい、さあそれでは参りましょう、第29馬力のペガサス&ユニコーンもう29なんですね、やばいよこれ、すぐ100とか本当にいくね、100なんて次回もう30ですよ、なんかやって、28じゃないですか次、あーそうか、じゃあ今回28ですよ、あ今回28、はい、早っと思って、あぶね、28でした皆さん、はい、ニッパチでしたね、にしても次の次には30回ですね、なんかちょっと考えてもいいかもね、ゼロがつくとき毎回ちょっとゲスト来てもらったり生配信にしたりしてるじゃないですか、そうだね、なんか前回はポコさんが来てくれてね、はい、クールポコさん来ていただいて、でその前は生配信、生配信もう一回生配信でもいいですけどね、そうだね、はい、生配信もしくは、
はい、生配映像付き生配信とかもありなんかな。あ、うん、固定のなんか一個一つとかね、うん、まあ、ほぼほぼゲーム配信と同じ絵になりますけどね。そうだね、やっぱ声だけにしようか、はい、ラジオっぽいし、はい、いやまあ前回の収録から言うても5日ぐらいしか、うん、そうですね、経ってない。だからもう、はい、もう絶賛ゴールデンウィーク営業デーでしたね、割と僕は。やっぱり忙しいですか？そうだね、忙しかったね。だから結構今ちょっと喉きてて、違いが分かんないです。あ、そう、はい、なん若干か、言われたら。そうだね、まあ、前回なんかゴールデンウィークから、うん、ラママ、うん、ラママっていう、はい、コント赤信号の渡辺正行リーダーがやってる主催の400回記念、はい、あの月一でライブをもう長年やられてて、400回だから相当な年月ですよね。そう、だって雲南さんとかね、はい、バナナマンさん、爆笑さん、爆笑問題さんなんかを輩出した、うん、それ言って東京の芸人の、そうだね、登竜門というか、そう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 、下手したら一番歴史あるライブじゃないですか。かもね、はい、だからあれだよね、有名なのはコーラスラインだよね。コーラスラインというやつかと言いますと、まあ、芸人がねゴングショー的な感じで、続いては誰々ですって言ったらパーって出てくるんだけど、はい、お客さんが丸と×の札を持ってて、はい、ネタ中に面白くないなって言ったら思ったら×の札が上がって、はい、それ10本上がってしまうとネタが強制終了っていうコーナー、はい、でそれ数える女の子がね、はい、ちょっと綺麗な人が持ってて今1本上がったみたいな、はい、2本な、それでなんかザバザ受けたりもするんだけど、で若手は大体みんなそこからスタートなんですよね。そう、俺もそうで、うん、俺なんか出た時は、はい、リーダーとかがさもう意地悪というか、はい、まあ、ライブが盛り上がるっていうのもあるんだけど、はい、最初お客さんも上げづらいんだよね、うん、こう上げていいのかなみたいな、芸人が、うん、一生懸命やってるし、そうそうそう、結構あとね久しぶりだからめちゃくちゃ距離近いよお客さんと。あとやっぱラママ行く人って基本お笑い好きじゃないですか。そうそう、だからやっぱ芸人に優しいんですよね。そう、うん、だから全然最初上がんなくて、はい、で、まあ俺なんかのキアモノ系の芸人の前に、うん、あ、みんな上げていいんですよ、まあ次は上げやすいと思います、こいつです、サンシャイン池だけ、はい、どうもサンシャイン池だけです、イエーイ、バババババ10本終了みたいなでドーンドーン、はい、受けるみたいな、ちょっとそう、それ400回記念に出てたんだけど、はい、やっぱあれだよね、コーラスラインの伝説は爆笑さんだよね。あー確かに、うん、一番最初の時でしたっけ爆笑問題さんが。これが噂聞いたのはやっぱ爆笑問題さんも一本ネタとかじゃなくて、はい、そのコーラスラインからスタートして、なんか10本上がらなすぎて、はい、もう15分20分ぐらいネタやってたみたいな、はい、っていうのがなんか若手の中の伝説として、すげえなって。しかも爆笑さんそのライブがデビューだった、うん、そうなのじゃなかったでしたっけ。わかんない、ライブデビューってなるコーラスラインで感想も感想というか、うん、15分間漫才を10本上げずにやりきったっていうのが伝説が、めちゃくちゃすごいね。はい、で400回記念で、そうメンバーがめちゃめちゃ豪華でしたよね、見せてもらいましたけど。そう、小坂大魔王さんがいて、はい、小太郎さんいて、はい、花輪さんいて、はい、で MC でスピードワゴンさんもいるし、普段よりも明らかに豪華なんですよね、むちゃくちゃ豪華よ、うん、抜群さんとはね、いたりとか花輪さんもいたよ、はい、うわぁ、そう、西塚さんもいたよ、本邪魔が。マジっすか、うん、すごっ、なんじゃこりゃと思ってさ、はい、でほんと冷蔵コマンさんもいた、いや違う、うわラママだなと思ったけど、その並びの後に冷蔵コマンさんまたさなくてまあでもラママの象徴ですよね。そうコーラスライン、はい、コーラスラインといえば、でその400回記念の大トリが爆笑さんなんだよね。わあすごい、かっこいいよね。すごいですね、かっこいい、うん、っていうかライブにまだ出るんだっていう。そうまだ事務所ライブとかまあやられてるの知ってますけど、うん、その距離で爆笑さん見れるっていいですね。で俺も爆笑さんさ、はい、
仕事で会うことあんまなくて。あ、そうですか。あんまない。なんか俺がテレビバーって出始めて、はい、いろんな番組一周してる頃、はい、なんかがあったぐらいで、はい、最近全然会ってなかったんだけど、はい、そしたら楽屋で、はい、あの田中さんがさ、はい、お池崎っつって、はい、もう話しかけてきてくれて、はい、もうあんま喋ったことないんだけど、はい、なんだろうな、あ、おはようございますって言ったら、はい、池崎さっつって、猫そうですで、俺近いらしいの家が。あ、そうなんですか。そう、話したけどまだ住んでるみたいな。あ、住んでますっつって、まだ住んでる、あー、はい、住んでますっつって、あそこのさ、多分お前んちの近くだと思うんだけど、野良猫のさ、こういう子いないって言って。あ、もうなんとなく分かった。そうでしょ。はい、あのさ、あー、いますっつって、あの子かなって言って、ゴミ箱、ゴミ捨ての箱にいつも乗ってる子がいて、あの可愛いんだよなっつって、あ、それ僕ん家ですっつって田中さんとめちゃくちゃ盛り上がって、はい、この話して乗ってるゴミ箱がだって池崎さん家のゴミ箱ですもんね。そう、ゴミ捨てのね。あ、可愛いんですよ。田中さんここ通ってんだと思って。通ってます ね明らかに。で、あの子、その向かいの駐車場でもよく寝てんだよなっつって、完璧そうじゃん。完璧そう。あと向かいの家の、うん、門の塀の上、うん、そう、よく寝てる。だ、そのね、近所の猫ちゃんの、はい、盛り上がって、はい、だ、田中さんも猫めちゃくちゃ好きなんですよ。そう、めっちゃ好き、うん、で、ライブ終わってさ、はい、で、爆笑さんのネタがさ、本当当時のさ、リーダーのさ、はい、なんかちょっと女癖悪かった時のいじりが入ってる漫才とかさ。ーリーダーもともとそういうキャラですもんね。そうそう、そ、はい、遊び人というか。で、エンディングでもそういういじりとかしてさ、はい、あれ、リーダーがだいたい女来てるぞとかなんかだけどそういうボケをして、ボケして、はい、あらままだなって思って終わって、はい、俺も結構ネタ受けたんだよそういえば言わなくていいそういえば結構受けた。今の格好悪かったなそういえばその、うん、僕が聞かなかったから。うん、そういえばどうだったんですか、その受けましたかとか、うん、で、自己紹介ネタ聞かなかったから、今もう我慢できず自分で言ったじゃないですか。でも久しぶりに俺が世に出る前の、はい、あのプロトタイプ版というかオリジナル版というか、はい、元祖自己紹介ネタ、うん、まあ、今の通り名前もなかなか言わないっていうんだけど、はい、あの貯金残高とかを言うところに、はい、自分の、携帯番号とか言っちゃうとか、はい、鍵の食い場所言っちゃうみたいな、はい、あれも元祖、そう、ライブでしかできない、テレビではできないやつ、 それを久しぶりにやったんですか。やってさ、さすが400回記念。でもね、俺ね、爆笑さんのそういう話があったから、はい、バーって言って、はい、偶然絶後のって言ってめちゃくちゃあったかくすげえ受けて、はい、もうめっちゃくちゃ声張って、至近距離絶叫池崎って、うん、やっぱ面白いですもんね。かもしれない、もう、はい、もう笑わないと殺されるぐらいの距離だからで、最初なんかラママを愛しラママに愛された男、うん、うっちゃんなんちゃんバナナマン爆笑問題冷蔵庫マン全てのラママ芸人の生みの親みたいな始まってさで、そしたらすげえ盛り上がって、それリーダーだろっていう、そうそうお前じゃねえだろ、お前じゃねえだろとか、小坂さんがと、はい、サイドで見ながら突っ込んでくれたりとかして、はいはい、あ、いいですね。で、井戸田さんとかも見てて、はい、で、最後なんか携帯番言うみたいな、はい、言うんかいって、はい、あ、言ったみたいな、はい、周りでも盛り上げてくれて、で、サンシャイン、はい、いけお湯のか、お湯のかみたいな、もう周りが言ってくれるもんだから、はい、言わんとこうと思って、はい、いい結果にアキラがとか言って本当はもう 3,4 分で笑そうと思ったんだけど、はい、もうそこが盛り上がっちゃって、はい、いい結なんとかっていうのを急遽追加して、はい、だからもう昔のコーラスラインで十何分やった爆笑問題さんみたいだった俺コーラスラインの限界に挑戦してる池崎みたいな、むちゃくちゃ長くやったから。え、マジ何分ぐらいやったんですか。いやね、6、7倍いったと思う。あ、すごいっすね。結構長かった。だってまあ変な話、そのラママ行くってなって、うん、ネタのちょっとどんなんがみたいな話ちょっとしたじゃないですか、うん、で、やっぱ言ってもコーラスラインなんで、うん、3分ぐらいでっていう感じで、そうだね、構成して
じゃあこれでいこうってなったじゃないですか。そう、濃くもう3分バーンバーンってやってさっと終わるっていう、うん、もうほんと24時間池崎みたいになっちゃってもジャスティス一番開発人みたいななんかもうかかっちゃっても、はい、いけるとこまで行ったろみたいなで、で最後、はい、で1本も上がんなかったんですか、その10本まではで、イエーイ、だから途中パッて見たらまだゼロでまだ上がってないのとか言って、はい、でそういうのも受けるんだけど、はい、最初だけだけイエーイって言った後に、はい、ショートコントカボチャーとか言ったら、はい、そこら辺でドコドコドコって10本入って分かってる、もう綺麗にで、カボチャカボチャパンプチェーンって言ったら10本終了ってなってめちゃくちゃ良かったの本当に完璧じゃないですか。完璧なのよ本当に、気持ちいいと思って、完璧な構成でしたね。そう、はい、でそれ終わってああ気持ちよかったなと思って、はい、でライブのエンディング出て、はい、爆笑さんがそういういじりとかやって終わって、はい、それ田中さんがさまた話しかけてきてくれてさ、はい、褒められるんかなと思ってネタ、はいはいはい、盛り上がったなっつって、はい、田中さんまず携帯出してきて、はい、この猫だよねっつってお猫の話しかしねえんだこの人と思っても興味ないですね。興味ない、もうコーラスラインとかそう関係ない、もう猫の話しかしたくないわこれだよね、あーそうそうそうとか言ってお笑いの話全くしなかった、全くしなかったです、うん、猫の話だけして帰ってきた俺いいですね、猫おじさん同士、ね、そうそう、なんか嬉しかった、いいですね、よかった。だからもう、うん、よく撮ってる人いますもんね、あの猫ちゃん、うん、だからあのラインナップに田中さんもいるってことだ、うん、あと唯一お笑いの話というかしたのが、はい、あのラママってあの会場で最後打ち上げするんだけど、はい、終わった後ね、キーちゃんも出たことあるんだっけ。僕芸人時代出ました。変わってなかったよ、やっぱ上の段があって、はい、下の段があるみたいな、はい、あるんですよね。そうで、コーラスラインがその下の段みたいなところで、はい、でまあ400回スペシャルだから昔は食べ物がちょっと下がったりしたよね。そうなんですよ、上はちょっといい食べ物で1本で、コーラスラインの若手みたいなのは、はい、ちょっと食べ物ちょっと質素みたいなね、はい、あれもだから、うん、かきたてられるんですよね。ちょっと悔しいよねマジで、悔しいし、うん、上がりたいなっていう、そうあっち行きたいなっていう、ちょっと来なくそうみたいな思うもんね。はい、と思って、俺らコーラスラインのネタやりきってるしみたいな、はい、悔しい思いもあって、はい、次一本ネタやるぞみたいな。でまあその打ち上げの時にさ、はい、あの冷蔵庫マンさんが隣で、でなんか冷蔵庫マンさん、あお久しぶりですねって言って、おいくつだったんですか、何歳で、うえーとか言って、そう久しぶり会ってよかったよって、なんか冷蔵庫マンさんがなんかうるうるしてて、はい、どうしたんですかって言ったら、いや池ちゃんがネタで名前出してくれて、はい、本当に嬉しかったっつって、なんかうる泣きかけててなんか。冷蔵コマンさんどういう芸人さんかっていうと、うん、は顔面真っ白で、はい、段ボールで作った冷蔵庫の被り物を作ってて、顔だけちょっと出してるみたいな、四角から、はい、で表面がパカッて開けたら冷蔵庫みたいに開けれるんだよね、はい、で冷蔵庫の中にピーマンとかマヨネーズとか冷蔵庫に入ってそうな小道具というか、はい、でそれであの会場を冷えさせてやるぞって言ってギャグを やるんだよね。それをもう何十年ってやってますよね。やってた、めちゃくちゃ盛り上がってたですよね。きたー冷蔵庫マンさんってやってた、うん、やっぱ400回だからスペシャルな人ばっかじゃないですか、うん、そうだね。中にでもやっぱ冷蔵庫マンさんはいるという。そうだね、冷蔵庫マンさんもいたし魔族さんもいたし、うん、美しい美しい構成ですね。魔族さんは7秒でしたコーラスラインすごいかっこよかったね。でも久々じゃないですか、池崎さんがいわゆるもうザ・ライブ、そう出たの、そのネタライブというか、うん、いいな、楽しそう、そうなんか楽しかった。でも本当に行ってよかったなと思った、うんうん、気持ちよかった。よみがえりますよね、うん、ラ・ママってなんかよみがえった若手の頃が、うん、でも景色がやっぱ違うね。あ、本当ですか。そのやっぱ俺も年取ってさ、はい、舞台慣れは昔よりしてるから、はい、えらい見えたわ。あ、落ち着いて、うん、あ、こんな感じだったんだみたいな。いいですね、うん、じゃ楽しかった本当にね。いや、よかったよ。これあれ最近、いやでもこれどうしようかな。なんすか。今日最後にさ、はい、募集してるじゃん。
踏んだり蹴ったりのこと、はいはいはい、踏んだり蹴ったりっていうか、はい、めちゃくちゃムカついてて、ムカついてるっていうか、はい、ほっとイライラしたことあって、おこの1週間というか最近、うんうん、俺が使ってるね、うん、駐車場使えなくなったのよ、はい、はい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 、そうなんか駐車場のオーナーさんが、はい、もう自分で使いたいから、はい、なんかもう追い出されたっていうかそうですよね、うん、駐車場自体を、うん、例えばマンションにしますとか、うん、家建てますって言うんじゃなくて、うん、オーナーさんが使いたいから、うん、機械式の、うん、お前、うん、どけとどけえと思って、はい、なんかそれ管理会社というかさ仲介の人に言われてさ、はい、ちょっと出なきゃいけないんですっつって、はい、俺だけっぽいんだよな出されてまあですよね、人1台分でいいから、はい、でたまたま俺が選ばれたのか何なのか分かんないけど、はい、なんだよと思って、はい、でその仲介の人が新しく駐車場をまあ見つけてくれて、はい、ほう、あ優しいですね、まあ、何個かあったの、はい、で俺がねちょっと最初渋ってて、うん、近いけど高いとかあってちょっと駐車場にしては高いなとか思ってたら、はい、ちょっとそんなちょっとどうしようとか言ってるうちにそこも埋まっちゃってて、はい、あどうしようどうしようって言ってて他あります他ありますいやちょっと他ないですかとか言ってるうちにもう近場がどんどん埋まっちゃって、はい、徒歩13分ぐらいのとこしかもうなくてそこになっちゃったのよ、もう徒歩13のよ、マジで遠い、本当にめちゃくちゃ遠い、徒歩13徒歩13なのよ、絶対めっちゃ遠いよ、本当に徒歩13でさ、はい、でそこ行ったのよ、そこ行ったら、はい、どんな駐車場かっていうと、はい、なんかマンションについてるっていうか、はい、こうまずね、マンションの駐車場にウィーンって入れ、うん、まあ、道路から入れるわけよ、まあ、頭から入れるでしょ、はい、そしたら、頭から入れて、はい、まずボタンで床が回るやつ、回転、はい、で回転床に乗せて、はい、車を回して、はい、バックから入れるわけよ、はいはいはい、で入れるときに入れるところが2個あって、はい、機械式が2個あって、はあ、で機械式を動かすときに、うん、その鍵で、うん、まず回転させるわけよ、その床を、はいはいはい、でその鍵を抜いて隣にもう一個刺すところが、はいはい、別のやつ、はい、で刺して、はい、2個ある機械式の A と B ってやって、はい、俺は B だから、はい、B の方にカチってやって、はい、でその上にボタンが3つあって下降上昇みたいなの書いてあって、下降上昇だから、うんうんうん、俺はその機械式が3階建てみたいなやつ、3階建ての3階の1階だから今出てんの、はいはいはい、で上昇ってやったら地下からウィーンって上がってきて、はい、俺はその 3段目なの、はい、これがね俺の体感だと1分半から2分ぐらいかかるのよ、上がるのに、まず、はいはいはい、まあまあまあ結構かかるよね、まあ多分勢いよくやると車が危ないから、そうそうゆっくり、そうゆっくりウィーンって上がって、はい、そこに回してたやつをバックからぶち込んで、はい、またウィーンってやって下げるっていう駐車場なの、はいはいはい、エヴァンゲリオンみたいな、そう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 、はい、セントラルドグマに戻ってくるスーパースローの、はい、それが徒歩13分のところにあるのよ、はい、もう2分そう2分、でも20分ぐらい持ってくれないそこ使うともう20分早く家を出ないといけないの、もうたまんなくて、しかも仕事場まで車で5分の時とかあるじゃないですか、そうそんなもん使ってらんないよもうでさ、はい、とんでもないとこ借りちまったなって思ったんだけど、はいはい、この仕事で車使ったの、はい、で車使って、はい、そこまで行って乗って、その帰りにね、はい、帰りなんかね役所行って、ほう、役所にねちょっと書類必要で、うん、いろいろ、はい、行ったのよ、はい、で役所行って、役所に車入れるっしょ、
なんか駐車場付きだったの役所が、うんうん、バーンって入れてでなんか駐車券出てきて、はい、入る止める、うん、でその時にその役所でもらう書類のと書類に必要なカード持ってなくてはあ、はあははあ、は、うん、あれ忘れたと思って、はい、一回家帰ったら、うん、一回家帰ろうと思って、はい、だから何もせず一回帰ったの、はいはいはい、忘れ物があったから、はい、家にで忘れ物取って、うん、また役所に来て、はい、駐車券取って、はい、止めるじゃん、はい、したら止めてまあその書類をゲットできて無事、はい、よし出ようと思って、はい、したら出るじゃん。そして出るときにこの駐車場のあの駐車券入れるところが坂の途中にあるんだけど、はい、そこでその駐車券をパンって入れると、はい、ビーって戻ってきて、はい、向こうって出て、はい、これは使えませんって出て、はい、なんでと思ったら、はい、なんか役所だとこのカードを有効かみたいな、なんか入れないといけない、なんか受付みたいなところで、ああなるほど、ビーみたいな、いや本当に役所に用があった人しか使えないようにしてるみたいな、多分そうだね、でもそれ分かんなくて結構ちっちゃい文字だったから、はい、坂の途中で、はい、もうバックするしかなくなるのよ、上り坂ですか、そう上り坂、はい、そう上りで、はい、うわめんどくさいと思ってバックで、あよかったですね後ろいなくて、そう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 、はいはいはい、でグーって戻って、はい、で駐車券を使えるモードにして、うん、よしでウィーンって言ってで駐車場行くじゃん、徒歩13分の家から遠いところでウィーンって入るじゃん、はい、したらあのねしたらその隣入れたら頭からそしたらこの3階建てのニョキニョキがもう全部出てて A も、はい、あ A の方が出てたのか、はあはあはあ、出ててそしたら一番下に車が止まっててそこに人が乗ってたのおじいちゃん、はい、おじいちゃんが、はい、で俺からしたらこの人は今止めたのか、はい、今から出すのか分かんねえなと思って、はい、で一旦降りようと思って、はい、車降りて、はい、とりあえず床回そうかなって思ったら、はい、そのおじちゃんが出せ出せっていう前もをして、はいはいはい、俺は今から出すから出せ出せって言って、あ俺が出るんだと、そう、はい、そうなんだと思って、そうまたそこもバックでさ、はい、ウィーンって道路まで出て、はい、でそのおじいちゃんの上下でまた5分ぐらい持ってかれて、はい、でぶっこんじゃん、はいはい、でぶっこんでバーンって降りて、よし上よしあの塔を復活させるかと思って、はい、B の方の塔をウィーンって言って、はい、俺の一番地下のやつをウィーンってニョキニョキさして、はいはい、よし入れるか、あそうだそうだと思って、あの床回さねえとと思って、床回してねえわと思って、ああ、うん、まだ前向きの状態ってことです、そう、はい、ケツを向けないとと思って、はい、ケツ向けようとしたら鍵が抜けなくて、はい、先に上げないと先に回しとかないといけないみたいで、はい、マジかと思ってもう一回引っ込ましてケツ回して出して引っ込まして、俺これいつ家に帰れんのと思ってでもうあまりに疲労して疲れて、はい、俺タクシー拾って帰ってから、はい、俺何してんだよと思ってもう一回イライラしちゃって最悪なのよ本当に、そこに、うん、駐車場代月いくら払ってんすか、ちょっと言えないわ、ちょっと言えないです、しかも駐車場俺高くなってるからね、え、そうマジっすか、高くなっちゃってんのよ3000円ぐらい、それは結構ですね、前の額知ってるんで、そうでしょ、はい、もうストレスが無駄、ただ時間かかって俺も帰り疲れて、タクシーもう疲れもう1メーターで帰れるぐらいの距離だから、12、3分だから、だって1メーターちょいぐらいかな、うん、それがもう癖になるんじゃないですか、そのうちもう駐車場行くのめんどくさいからもう家からタクシーで行こうとか、うん、そうだね、そうなるともう、うん、車あるのにタクシーめっちゃ使う人になります、そうそう、結果それ回せたらめちゃくちゃ駐車代でかかっちゃうみたいなね、かわいそう、もうそのストレスがえぐくて気狂いそうになった気狂いそうになった、回転先にやっとかないといけねえとかあるんだと思ってね、
いや、たまんなかったね。たまんないですね、それは。そんなことありました。聞いてほしかった、ほんと。コーナー行きます？そうですね、行きましょうか。行きましょうか。はい、ワイドすぎるショー。さあ、はい、このコーナーは、本家ワイドなショーでは取り扱われないような、うん、ちょっと変わったニュースをですね、はい、崎さんに、コメントしていただくと。ありがとうございます、大好きです、このコーナー。おります。やっぱね、時事も知れるしね。はい、いいコーナー。時事知れてますか？時事、これで知ってます。こちら、デイリーさん、ありがとうございます。ルー大芝、イヤー金はもらっていません。イヤー金？はい、というニュースです。年金ですね。俳優でタレントのルー大芝が、6日フジテレビイットに出演し、年金をもらっていないと告白した。ルーは年金をイヤー金とルー語変化。その上でイヤー金をもらっていませんと告白した。なんでもらってないんだろうな。リルビット65からもらうよりは高くなるじゃないですかと、受け取り年齢を遅らせる繰り下げ受給に設定していると明かした。はい、まだイヤー金に頼ろうというハートではないと思いを語ったと。ハートということです。さあ、いやー、ちょっと面白かったですね。イヤー金、イヤー金ね、はい、イヤー金をもらうために、はい、多くもらうためにまだもらうハートじゃないんだ。はい、70からにすると65からもらえるよりもトータルではやっぱ多くもらえるという受給。いやー、なるほど。それはもう愛から鱗ですね。愛から鱗出ました。愛から鱗です、これは。いいですね。いやールーさんがやっぱ元祖英語面白芸人なのかな、じゃないですか、あのシステムね。素晴らしいですよね。うん、エイトプリンセス。あー、八王子。正解。エイトプリンセス。ヤブカラスティック。ヤブカラでもわかるからな。確かに。棒以外ないからな。いやー、いいですね。あとこれちょっと今週のニュースじゃないんで、はい、あれだったんですけど、あのタイトルはめちゃくちゃ聞かれたのが、はい、柳原加奈子、うん、夫婦喧嘩の仲直りはおっぱいを見せる。おー、そうなんだ。おっぱいの前で怒るっていうタイトルがありました。気になるね。確かにおっぱい出されたらもう怒れなくなっちゃうのかもね。確かに繊維喪失させられるのかな。でもそれ、うん、逆だったらどうなんですかね。はあ、男だったら多分男だったら舌を出すってことか。舌を出すじゃないですか。うん、これここにこの状態怒れるか、ブチ切れられますよ。蹴られんのかな、潰されんじゃないもう。もぎ取られんじゃないもう。ドド出すなってなるかもね。さあ、こんなニュースでした、今週は。いやー、ルーさんいいわ、素敵だわ。いいですね、イヤー金。イヤー金、あの分かった瞬間に来るあの感情、何なんですかね。ね、俺やっぱ最初一瞬分かんないのが良かった、はい、いや、あ、年金かっていう。で、あの分かった瞬間の、うん、あの感情何なんですかね。あ、なんか気持ちいいんだよな、嬉しさもあるし。はい、あれ面白いシステムだな。うわ、今めちゃくちゃ気になるタイトルもあってきたな。うわ、それもタイトルだけ、はい、ちょっといいですか。お願いします。菅田将暉、キャベツ千切りで役作り。うわ、気になるな。コックさんの役とかやってるってことかな。ちょっと気になりますよね、これ。気になるな、気になるな。キャベツ千切りで役作りはなんかちょっとタイトルワイドすぎるショーの匂いがプンプンします、ね、ワイドだね、だいぶ。そんな取り扱ってるテレビ番組ないもん。さあさあさあ、そして、はい、毎週ですね、はい、リスナーこと馬主の皆さんに、はい、投稿をお願いしているんですが、先週のテーマがですね、うん、最近踏んだり蹴ったりだったこと。シンプルにね。いや、俺もさっきの駐車場がね、ほんと踏んだり蹴ったりというか、はい、だからちょっといろんな人のそういうエピソード聞きたいなと思ってね。はい、うん、こちらですね、はい、馬主ネーム亀一さん、ありがとうございます。あ、ごめんなさい、亀一さんです、失礼しました。亀一さん、踏んだり蹴ったりエピソード、新居へ引っ越し初日にドアで指を挟み大怪我をして病院で手術。うわー、新居で
翌日引っ越しが終わったご褒美に大好きな干し芋を食べていたら銀歯が取れた。うわーだるい。うわーだるい。踏んだり蹴ったり、内心踏んだり蹴ってる、シンプル、踏んだり蹴ったり、だ続くんだよな、踏んだり蹴ったりのことってね、連鎖するから、はい、なんか知らんけど、ラジオネーム、はい、アルミホイルさん、おる最近の踏んだり蹴ったりエピソード、某コンビニでコロッケとお弁当を買って帰り食べようと思ったらソースが袋に入っておらず、仕方なく冷蔵庫を開けるも醤油とめんつゆしか調味料がなかったこと、うわ、仕方なく食べ終えて弁当のフィルムに貼り付いたソースを見たとき、ああるあるだね、あるある。このアルミホイルさんの幅広さ何なんですか、ね、うん、なんかめちゃくちゃちゃんとしたあるある送ってきてるじゃん、はい、僕はわかるわっていうこのお題にはしっかり抑えなきゃダメなんだみたいな、うん、幅広い、バランス感覚がいいんだね、絶対絶対あるもんねソース、うん、さあそして最後ですね、はい、ラジオネームハムインカゲルさん、ありがとうございます。これちょっと、まあ、一歩変わった角度からなんですけど、うん、ね、不思議なんですけど踏んだり蹴ったりはなんで加害者目線なんですかね。踏んだり、あ、踏む、踏んだり蹴ったりしてるってことか、はい、確かにね、普通は実際には踏まれたり蹴られたりなエピソードなのに本当だって思って調べたら、うん、ヤフー知恵袋とかいろんなところで、うん、もう当てこすられきった疑問だったんで恥ずかしくなりました。服も着てないし踏んだり蹴ったりですへえ、いや、その全裸でヤフー知恵袋見てんのはあなたの選択ですから服も着てないしって何なんで服着てないの。やっぱだからヤフー知恵袋で、うん、わ、はず、もうみんな散々言ってるやつだった、しかも俺全裸だし今っていう、どういう状況だったの、追いはぎとかにあった、あった後に調べてたの家でだからもうほんと全裸でくつろいでたそうなの、はい、というハムインカゲルさんの、わあでも面白かった、はい、なんかやっぱこう共感できるのもやっぱ面白いな、面白いな、いいですね。さあじゃあ次回の募集はあれにしますか、サトルのコーナー、うん、はい、36って書いてあるサトルだから、サトル36、はい、サトルのコーナー、うん、名言風だけれども、うん、よくよく読んでみると何言ってんだこいつっていう文字列を送ってください。いいですね、結構自由度高くて面白いかもしれない、はい、ね、はい、こちらですね、ツイッターにアカウント、サンシャイン池崎のラジオペガサス&ユニコーンというアカウントがあります。そちら DM を開放しておりますので、そちらまで、どしどし DM いただけますと幸いですと、幸いです、お願いします。さあ今週は念願の1時間切りができそうです。おっと、はい、ただ、あ、ライちゃんが来た、ライちゃんが来た、ちょっとライ来た、ライ、あ、ライよけ、ライ、逃げてった。いや面白かった、いいですね、いやー、ほんと、いや、まあ、これぐらいにしとこう。なんすか。いや、俺ね、はい、これみんな調べてほしいんだけど、俺初めて知ったんだけど、俺この営業でね、はい、名古屋行ったのよ、名古屋、はい、で、あの、前乗りで居酒屋パッて入ってみて、あのホテルの近くの、そうでしょ、俺好きだし、はい、で、うん、あの海鮮の居酒屋入って、はい、そしたらねお通しが出てきて、はい、お通しの亀の子です、あ、亀の手ですって来て、亀の手と思って、はいはい、食べたことある、亀の手って本当に亀の手ですか。ちょっとね写真を見てほしいんですけど、はいはい、もうねびっくりした、亀の手、あ、亀の手出てきたって俺思って、本当にえ うわってちょっと声出そうになって、こんなん、えめっちゃ亀の手みたい、そう、あ、山菜か、いや、こ、いや、なんかね俺調べた、これ亀の手って何、これお通しで食うもんなんかなと思って、はい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 、なんか海とかになんか生えてる貝みたいな、うん、貝、貝系、貝に近いみたいなやつだと思う、へー、生えてんだって、うわ、手みたい、本当に手みたい、そうでしょ、俺ちょっと正直気持ち悪いと思ってなんだこれ、いや、名古屋のソウルフードかもしんないですよ、いや、で、はい、この亀の手の腕の部分ね、はい、なんかワニみたいになってる部分、はいはい、
の部分をピッて剥くんだ、剥くの。ほうほうほう。でそしたらカニみてえに中の身みたいなのがチュルンって出てきて、ここを食うの。なるほど。あ、それ側は食わないですね。そう、はい、で中をチュルって食うんだけど、中はなんかほんと貝みたいな、うん、貝柱っぽい味で、まあそこは美味しかったんだけど、お通しで。そう、ぜひみんな、びっくりしたわ俺。ちょっと池崎さんの写真じゃあ、あの、うん、送ってもらって皆さんに見えるように。ぜひ亀の手、皆さんびっくりした俺。はい、引いたもんすごいと思ってじゃあ終わりますか。本当はキイちゃんの、はい、ブチゲとか言いたかったキイちゃんのブチゲトーク聞きながら今日はおかけする。全然短めでもいいし。いいですよ。今日来る前になんかブチ切れてきたんでしょ。ブチ切れてきたっていうか、うん、まあ、だからブチ切れてもないか。いや、池崎さん家に向かってる最中に車で走ってて、うん、で左側に駐車してる車があって、うん、で自転車の人はそれ、まあ、避けるんで、うん、膨らむじゃないですか、うん、そうだね、でそれ自体は全然いいんですよ、うんうん、で膨らんでる最中にパッと結構無理やり、うん、もうその自転車を追い越そうと自転車がしてきて。ああ、そういうことか。だから僕が直進してるとこと、うん、本当急な飛び出しみたいになって危ないで、うん、危ないと思ってバーって気づいてなさそうだったんで、うん、バーって鳴らしたんですよ、うん、そして僕の車が通り過ぎる最中にあの僕に向けて思いっきり右手で中指立ててきた、うん、そうチャリがチャリの人がそのすごい、ね、追い越そうとしたチャリがバーってきてはーってなってちょうど止まった時に横に来たんで、うん、ウィンってあげて、なんすかっつって、うん、えみたいな。いや、なんか中指立ててましたけど、うん、危なかったんで、うん、なんかありますかって。ちなみにどんな風貌の人なの。いや、なんかスポーツウェアみたいで来た、なんか後ろにカゴ乗っけた、ヤンキーっぽくもないの。いや、多分仕事でやってんじゃないですか。へえ。で、なんすかって、うん、立ててないっすよみたいな立ててないっすよで、もうちょいカチンときて、うん、あの、いや、あのね、うん、立ててたから、うん、いや、立ててないですよ、まあまあいいですよ、つって、うん、あの、ただね、そんな中指立てといて、うん、立って言われたら立ててないって嘘つくのが一番かっこ悪いから、うん、確かに、もうそんなダサいことするならもうやめた方がいいですよ、そういうの、うん、ね、正論ですね、危ないですし、うん、普通に、うん、で、行って、ウィーンって言って閉めて、うんうん、また車でブーンって行ったんですよ、うん、で俺嫌な予感というか、うん、絶対多分そうだなと思って、うん、サイドミラーパッて見たらやっぱ中指立ててるんですよなんじゃそいつ腹立つわ、なんなのムカつくと思って、ムカつくね。もう一回戻るわけにもいかないもんね、バックできないから、車だから。しかもすぐ歩道に走って、うわーうぜえもう絶対やってるだろうなと思って、うん、もう左のウィン、そのサイドミラー見たら絶対またストレス溜まると思って、うん、見ないようにしてたんですけど、ね、うわ、でも気になるもんね。ちょっとやっぱちょっと気になると思ってパッて見たら案の定帰って、うわ、帰りたてて、何なんだ30過ぎたやつが、うん、中指立てて消えていくんだ。消えていく、うわ、すごいね、うん、デドバの煽りサバみたいな、なんか、はい、いや感じ。まあでも、うん、ラジオで喋ったからこんな言い方でしたけど、うん、実際もうちょい俺も厳しめのもっとピリッとした感じ、もっとピリッと、うんうん、空気は想像していただいた方がいいかもしれないですね。なるほどね、はい、だキーちゃんの車もまあまあごついしさ、よくやってくるねそれね。そうですね、もともと兄貴がなんかいろいろカスタムしてたやつ、うん、ちょっといかつめ、そうだよね、見た目的には、はい、それにチャリで挑むってすごいないやいや、そうなんですよね、うん、俺が昔あったのは、はい、俺はさ、まあ、テレビでも紹介 されてるけどさ、はい、フィット、はい、黄色のフィット乗ってんじゃん、はい、でわーってどっかね、立石とかあったかな、ちょっと場所忘れちゃったけど、はい、めちゃくちゃ狭い一通を通ってたら、うん、ライちゃんが襲ってきて、ふーちゃんが舐め返して、なんだこの人攻めてんのかイチャついてんのか分かんないな今ですね、ふーちゃんが座ってたら、うん、ソファーの上からライちゃんが飛び降りてきて、うん、ライちゃんがふーちゃんにいたずらして、うん、ふーちゃんを舐め返す必死に落ち着けって言ってるのかななんだったの俺のね、その近いエピソードね、はい、
もう笑っちゃうよ。一通を一通、あのね、もうほんとフィット1台通れるぐらいの一通、わーって言ってたら、はい、目の前に小学生のチャリが2台わーって通ってたの、はい、小5、6ぐらいの、向こうから来てるんです、もう前が走ったの、なんか一通に入ってたらそういたみたいな感じ、はいはい、でちょっと邪魔だなと思って、うん、どいてくれんかなと思ってゆっくり走ったら、そのチャリの子供がこっち向いて、うん、中指立ててきた。なんじゃこいこ、こいつらなんやねんと思って。ちょっとプーって鳴らしたわけでもないですもん、ね。そうだよ。パって見て、はい、なんか黄色く来てるわ。挑発した子みたいな。なんだよと思って。俺のされた中指より理不尽な中指です、うん、そう、何もやってないからね俺。そうですね、ただ舐められただけ。何もできんし、こっちから子供だから、うん、まあね、いや今週も楽しかったですわ。あ、はい、俺ちょっとあと1個だけ。いいですよ、もちろん。ヤンキーのイントネーション問題、はいはい、これ YouTube 本編でやりましたね。ヤンキーかヤンキーか、うんうん、で、うん、このコメント欄に、うん、これこれこうですよ、たくさん来ましたね、うん、でヤンキース、あ、ニューヨークヤンキース、うん、とかあるし、英語ではヤンキーだから、うん、ヤンキーが正しいよ、池崎が正しいって、うん、言ってくる人たちに言っていいですか。言わないでください。まあ言っていいですけど。じゃああんた普段チョコレートって言ってんのか。あ、ニューヨークヤンキース、はい、英語が正しいって言うんだったらチョコレートじゃなくてチョコレートって言ってろよ。それじゃあ来週。言ってないよ。もうそれだけちょっとどうしても、なるほどね、言いたくて、ね、ヤンキース理論で言ったらってことか。はい、なるほどね。その英語が、うん、ヤンキーだから、うん、ヤンキーが正しいよっていう人たちは、うん、別にその考えでもいいんですけど、だったら絶対チョコレートってバナナっていう、はい、バナナっていうね、バナナって言えよって、トメイトって言われてるってことか、はい、トマトって言ったらもうそれはもうゴツンです。ゴツンです、げんこつですよ。キーちゃんの前でね、言わないように、はい、皆さん気をつけてください。これだけどうしても言っておきたい。その攻め方違うよって。なるほどね、はい。さあ、今週もいいですね、こういう、はい、こういうコーナーもいいですよ。こういう話をしてるうちに1時間超えました。また1時間をね、切った方がいいかなって毎週思うんですけど、亀の手どうこう言い出したからですね。そうだね、びっくりしちゃったよ、亀。俺のエピソード言えって言ったり、そう聞きたかったからさ。まあまあ、さあ、今週も話の皆さん、僕らの、走りにお付き合いいただきありがとうございました。本当に広い草原をね、ただただやみくもに走る中、馬主の皆さんがぶら下げてくれてる人参めがけて、走ってます。勢いよく走ったあまりに、人参が刺さりました。ではまた来週。ありがとうございました。角が増えちゃった。増えちゃいました。ユニコーンの角が増えました。また来週。また。